はい、トークチャンネルでございます。私はちょっともう一気消沈しておりまして、話し相手にこの鏡越しに映っておりますちょっとターさんにですね、聞いていただこうと思いまして、動画を回しております。テーマはお題は社員がサイコパスになりましてっていうお題でいきたいと思います。まあこれをね、撮影しようかどうしようかちょっとまあ悩んだところではあるんですけれども、あまりにもおバカすぎるというか、こういうのってね、無知な人が問題を起こすじゃないですか、基本的に。何から話そう。まあまずそのきっかけ、きっかけは、現場に人が足りなくて、でまあ私もみんなが頑張ってるから、そのまあなんかもう回らなくなったら一応声かけてねと言うんですけど、結構みんなもうそのターさんよくわかると思うんですけど、あやばいと思ったらすぐ声かける、で何とかしてもらう、で考えずにすぐに、もうこの日人いません、いや考えましたかっていうのが結構続いてたんですよ、でいやおらんかったら入ってくれるって言ったやん、でそれでね、いやいやっていう説明をするじゃないですか、そしたらね、行きたくないんですよねっていうわけです、行きたくないんですよね、だからそう言うんですよねっていうわけですよ、もうその時点で、はぁっていう感じじゃないですか。え、わかります？これも経営者の人っていうか上に立ってる人だったらわかると思うんですけど、もうワッツハプンみたいな感じですよね。ワッツハプンすぎて、私はもう別に怒る声荒げて怒ってませんよ。どっちかっていうと私たちの味方じゃなくて、スタッフの従業員の肩を持つ法律が多いじゃないですか、でいやだから要は逆パワハラ受けたって感じです、私の中では。言ってこい、行きたくないんですよね。私ね、代表がね、人おらんかったら行くってちゃんとね録音してますから、怖っって言うねやんかはいどうぞ録音、はい、それいいんですか、いいんですか、それ聞かせましょうかっていうから、いやそれ聞いたところで、どうすんの別にっていう話なんですよ、でね、私がしてほしいのはそのちゃんと考えてほしいっていうこと、まずで、じゃあ私が病気でその日入れませんってなったら、絶対考えるんですよ、どうするか、とか指名でしか入りませんってなったらどうするかって絶対考えるんですけど、考えてないのがもう私20年この仕事やってるんで分かるんですよ。でもっと人をこう動かしてみんなでちゃんと相談して話し合ったらできるっていうのが分かってるから言うんですけど、とある会場に入る予定だったリハーサルをする日にその担当の子がコロナになったっていうのは、あ子供さんがコロナになったから念のためじゃあ代わりに噛みついてきた子は、とある会場のアシスタントに入る予定だったんですけども、であれば彼女がリハーサルとかメインを担当して私がフォローに入ればウェイトが少ない方を回して回すでしょ普通上司だったら。でもそこは固くなに動かずに行きたくないんですよねという、で当の本人はあそこの会場嫌です、この仕事嫌です、ここだったらいいです、それそんなことばっかりだったんですよ。だから仕事も遅いし、じゃあなんでここにいるのっていう話なんで、まあ正直もういらんかなと思ってたんです、私の中でも。こっちからクビにするのはできないしね、でもねちょっと様子見てて、でもっともっと遡って言うとコロナのタイミングでちょっと3人ぐらい社員がごぞっと辞めた時に、この会社に対する、まあ私に対するなんですけど、不信感がかなり大きくなったんですよ、彼女の中で、私はそれをフォローするのに結構なんていうのかな、優しくしてたんですね、彼女に、まあ、ちょっとそれに甘えちゃったというか、ちょっと勘違いしちゃった、結構甘えたというか構ってほしいというか、なんかその立場わきまえてないやつが多いですよね。全くです、はい、代表に向かって録音してますよってどの口が言うんやろうとか、そのスキルはどこから出てきたのっていう。そうなんですよ、まあ社員
っていうのはやっぱりその会社と雇用契約を結んでるわけだから、ある程度その会社の規定にはやっぱりもちろんじゃないですか、うん、あの応じないといけないし、うん、仕事としてやらないといけないことはやらないといけないやんか、うん、でもあれいやこれいやそれいや、あそこは行きたくない、ここだけ行きたい、そんなんアルバイトでも言わないし、うん、っていうか言えたぎりじゃないですよね、ないですし、うん、もうそれをちょっと我慢してたんですけど、うん、でその日ですよ、その、うん、行きたくないんですよねって言った日に、うん、あーめんどくさいと思って、うん、で一応まあいろいろ話聞いてたんですけど、どんどん彼女がヒートアップしていって、うん、私があの YouTube のその撮影してるじゃないですか、うん、でその化粧品結構買うでしょ、うん、でそれのお金ってどっから出てるんですかとか、だから私たちのお給料安いんじゃないですかとかすごいな言ってきた。であとは私取材受けたんですよね、 YouTube の、うん、でそれその時にあのなんでこれ始めたんですかとか、うん、すっぴんさらけ出してまでなんでやるんですかとか結構答えてて、うん、でここのお部屋はちょっと Wi-Fi の状況が悪いので、うん、みんながいる事務所でそれ受けてたんですよ、うん、インタビューを、うん、たらその噛みついてきた日に、うん、代表ね、あの時ね、あのインタビューの時ね、なんて言ったか覚えてますかっていうのね、うん、私は普通にインタビューに答えていて、うん、なんならそのこの新しい事業をやっていかないといけないことをみんなにもちゃんと聞いてほしいし、うん、あの前向きにというか一緒にねやっていってほしいみたいな感じで捉えてほしいなっていうのもあったし、うんうんうん、なんか聞かれてまずいことがあったらみんなの前では喋らないと思うんですよ、うんうん、そしたら私一人がやってるって言ったんですよって言うんですね、うん、どの仕事も全部私一人で回してるって言ったんですよ、うん、もうはてなはてなです。でもその彼女は何かを切り取ってそう受け取ったんでしょうね。私は YouTube の企画、うんうん、撮影、編集、買い出し、すべてを一人でやってる事実じゃないですか。それは事実、うん、でしょ。YouTube に関してはね、で田さんにちょっと手伝ってもらったりとかっていうのを一人でやってるって、うん、頑張ってます、うん、何もわからない状態でやってます、うん、それをそこだけ切り取って会社を全部、はい、全部一人でやってると、どっからそんな発想が浮かんでくるんだと、いや私はサイコパスとしか思えないです、うん、でも本当にでもそういう人増えましたよね。いや増えたと思うね。あのねちょうどね30代前後です。うーん、ちょっとおかしいサイコパス。そでそのそういうこういう機器の使い方に長けてて、うん、下手すると彼女の切り取ったままのことを SNS とかで発信しちゃう場合があるじゃないですか、うんね、実名上げて。そう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 、まあ、それはそうなったらそうなったらこっちは徹底抗戦できるんですけど、ごめんなさいね、こっちは知恵があるのよ、あなたと違ってっていうところになってくるやんか。考えてなさすぎ。そうなん、うん、いやもうほんま開いた口が塞がらへんってこういうことやなと思って。でね、私あの、まあ、代表なんですけどちゃんと毎月交通費の精算で、うんしてるね、領収書を取ってちゃんとバーンって領収書って私の中でちょっと書いてるんですよ、うん、でまあまあまあ車であの動くことが多いので、うんまあ、駐車場代とか書いて、うん、で私のテーブルの周りってあんまりこう見られたらあんまり良くないものとかあるから、うんうん、ちょっとその私の期日があるじゃないですか、それをこっちにここに置いといてねっていう意味で、うん、あの書いたやつを上にして置いてたんです、うん、別にそれは見られてもいいこといいものなので、うん、置いてたんですね。そしたらねそれをそのサイコパスが見て、うん、その噛みついてきた時にそんなになんか経営しんどいとかって言ってそんな YouTube とかブライダルの以外のことしないといけないんだったら車で来んと電車で来いやって言ったんですよ、その生産所見て。やばない。いやあのすいません、私駐車場代も1日、うん、2000円のとこよりか1500円ぐらいのとこがいいとかって選んで入れてて、私たちは車で移動するのはまあいろんな理由があるんですけど、あの荷物も多いっていうのもあるんですけど、まあ、時間を買うこともあるじゃないですか、車で動く。
で私電車で通ったとしてもその駐車場代ぐらい往復行くんですよ。変わらへんよね、はい、バス代もあるし電車そもそもね、そもそもだからなんでそんな発想がっていうかさびっくりせんようそんなこと言うなぁと思うわ。そうやね、確かにさ上に対しての文句ってあるあるし、あるし言うやん。私らもそうやったしお酒飲んだ同僚との、うん、ところで、うんうんうん、あるさ言うさ。だけどさそのドベーベーが代表に言っていいことじゃない、言うことでもないし人としておかしい。だからまあ立場が私が弱かったんですよね、みんなが強くて。いやでも P 側ってそうなるじゃないですか、うん、よっぽどじゃない限り、うん、でそんな気持ち悪いアットホームな会話者ですっていうわけでもないからさ。そう私嫌なんですよ、なんかあの家族ですみたいなのが嫌なんですよ結構ドライが好きで、あの社員は家族ですみたいなのがちょっと苦手で。あれ苦手ね、ろくな会社じゃないあれもいやでもすごいね、すごい人が出てくるもんやね。いや今までも結構香ばしい人おったやん。いや香ばしいし、うん、でちょいちょいねその子ね、いやフリーランスの人もこうやって言ってるし、うん、でもリンダのことを、まあ、会社のことを悪く言う人は人で置いといてっていちいち私の耳に入れなくていいことを言ったりするんですよ。じゃあそういうことを言ってる人がいるっていうことなんですけど、うん、そんなこと私別にどうでもよくて、うん、言うんやったら言わしといたらいいし、私は会社の存続を考えてるだけなんですよね、利益と、うん、だからもうどっからどう言っていいのか、まあ採用した私が悪いんですけど、でも多分一生そういう人は話通じひんでしょうし、多分それでは自分は正義っていう感じなんですよ、うん、怖ない私声荒げへんかった。 でも、うん、偉い我慢して、でそれこそそれ録音してますとか言うてきよるやからな。すごいな頭悪。そうやね、自分はええことしたと思ってると思う。ほんでなまだ続きあんねんけど、ほんでなもう言うことコロコロ変わるみたいな風に言われ、うん、あの経営者結構言うことコロコロ変わるんですよ。でもう帰りますって言って帰って、うんうんうん、単価切って、うん、じゃあ明日の現場は出ます、うん、でももういいです帰ります、首でいいです私、首にしてくださいっつって、うんうんうん、できへんのにな、したいのは山々なのにアホやなと思って、うん、仕組み知らんくせに今できひんやんそんな首なんかな、うん、解雇っていうのは前もってお知らせしないといけないことなので、うん、で帰ったんですよ、うん、メールで、うん、引き継ぎだけ、うん、ちょっとちゃんとしてほしいと、うん、あのもう辞めるのは辞めていいし、うん、やけど、まあ、クビやったらクビでもいいけど、うん、あなたが不利になりますよと、うん、そのこでも手続きがいろいろ面倒くさいから、うん、もうその一身上の都合として辞めた方がいいですよっていう忠告もしてあげたんですよ、うん、なら24時間返事なかったんですよ、うんうん、じゃあもう来ないなって思うじゃないですか、うんうんうん、そしたらひょこっと来たんです次の日、うんうん、あだからその前にもう24時間返事なかったんで、うん、もういいですとこっちでなんとかやりますと、うんうん、で正直その彼女がやってた地区の処理なんて取るに足らない、もうね1日あったらすぐ終わるっていう処理で、私がもうその子に教えたんですよ1日、はい、そしたらもうその子完璧に覚えて、うん、全然別の子、はい、ほんならそう次の日ひょこっと来て、うん、普通の顔してね、うん、おはようございますって普通に来るんですよ。すごいな、なんでよ、めちゃくちゃサイコパスじゃないですか。なんか首でいいって言ったんやろ、やろう、うん、どの口が言うた、どの顔下げてきたの、いやいやちょっとって別の部屋に読んで、うんうん、あなたあのメール送ったの見ましたか、いや見てないですって言って、うんうん、でまあ私がなんかちょっと違うあの使ってないメールとかに間違えて送ってたこともあんねんけども、うんうん、1個目のメールはそれ両方に見れる方と両方に送ってんねん、うんうん、
で返事せえへんかったんはもう事実なんですよ、うん、相手が、うん、ほんでちょっと別の部屋に移動するときに、うん、まあ携帯も鳴ったらあかんからと思って、うん、って電話持って入るじゃないですか、うん、あどうぞどうぞ録音してくださいって言うんですよ。違うからなんやねその証拠でいや意味わからんと私は、うんうん、もう自分で首でいいですって言って単価切って出て行ったよねって。だからまあうちはいいですと、うん、まあ、ただ解雇っていう形になると不利になりますよって、うんうん、だからもう100歩譲って、うん、もう自己都合退職の方がいいですよって言って、でまあそのいろいろ考えてちょっと言い過ぎたなと思ったんで、一応謝りには来ようとは思ってたんですけども、私の言ってることは全部本心ですとか、うん、謝ってないねんそれっていう、謝ってないし、で YouTube に関してはねって説明をしようとするんですよね。あ説明を始めようとしたら、いや経営のことは私わからないんでって言うねん。説明をしようとしてももうだからいらんやんそんな、ぶっちゃけ。でもう来てほしくないし、新しい人たちモチベーション上がってる子たちのその影響、そう変な影響与えてほしくないから、もうパソコン持って帰ってもらって残りの仕事家でやってくださいって言って、でもうあと有給残ってる分紹介してもらって何月何日付で退職しますって退職願い書いてくださいって言っても終わったんですけど、どう思います？これが今日私がタワさんに話したかったネタです。あっためてたんです、ずっとどえらいの来た。いや今までもまあその20年20何年このリンダファクトリーさんやってきて、いろんな人いらっしゃいましたけど、なんかニュータイプですね。はい、ニュータイプです。すげえな。皆さんこのような経験はございますでしょうか？多分私がこんな風にするって思ってなかったと思いますよ。優しく感じてると思うから、そんなこと言わんと。そうこんなわけないやろ。以上でございました。ちょっと口になりましたけれども、たーさんありがとうございました。それではまた、さようなら。